はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ナミスキさん、電磁気学番組、若学研究室 YouTube パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、昨日、iPhone ネタをやったんですけどね、言うほど再生率が伸びなかったので、二度とやらないと。まあ、本当はね、サムネイルで、こんな iPhone はダメだとか、書けば再生数稼げたんでしょうけどね。はい、ということで今回のネタはこちらです。じゃじゃん。はい、久々にラノベネタ。漫画ネタ読んだよっていうネタですね。最近ニュースとかね、そういうネタばっかりやってたのでね、サボりすぎましたね。アニオタらしく、漫画ラノベネタでいきたいと思います。今回は、昨日、14日発売だったかな ?14 日前後、今週発売ですね。男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、原作の16巻になります。イエイ。はい、ということでね、もう16巻なんですね。16巻ですよ。今回はね、テーマはラブコメということでね、16巻、なんか、後書き、まあ、後書きの話だからいっか、まあ、後書きでね、書かれている通り、まあ、今回はね、テレビアニメ第3期でいいのかな?2期だっけ ?3 期だよね。まあ、テレビアニメの、ははは。まあ、に合わせて、リリースですね。で、内容的に多分17巻と近い、まあ、同時に出したかった。まあ、さすがに、二つ同時は厳しいらしくて、出せなかったんですけど、まあ、多分16巻、17巻とで一セットの、ベル君の物語になっている話で、今回16巻のテーマがラブコメということでね。まあ、表紙見ればわかるよね。シルさんの話です。はい。動きましたね、シルさん。なんだっけ、番外編の、フレイヤ様のね、フレイヤ編の、番外編タイトルなんて言うんだっけ、竜編があって、次フレイヤ編があって、フレイヤ様が、の、ちょっとね、昔の奔放でどういう風に遊んでたかっていうお話があって、その中の最後のところに、フレイヤファミリアの重要キャラクターたちがいて、その重要、まあ、オッタルとかね、なんだっけ、ダークエルフとか、あの辺のキャラクターたちが、どういう風にフレイヤ様と出会ったかっていう話がエピローグ的に最後書かれて、その中の一つに、あった話の続きがここで描かれてましたね。まあ、もう、みんなね、シルさんがフレイヤ様と無関係なんて一つも多分見てる人は思ってないと思うのでいいですけれど、まあそれがどういう関係性だったのかとか、ベル君はどうなっていくのかっていうのが、16巻の最後で話が終わります。もうそれまでの間はひたすら、ベル君が、シルさんとラブコメをするという内容になっているので、ぜひ皆さん読んでみてください。そうですね、この、16巻の前の14、15とかが、14でよかったかなぐらいのリュウさんともうえらいことになるっていう、話の時はね、もう読んでて辛くてね、で、あと男女のね、中のこう表現とかを読むのがすごく大変だったんですけど、今回はね、サクッと読みましたね。さすがに街並みの話でね、ひたすらラブコメってるんで、面白かったですね。ただ、まあね、読みながら、まあ、今ね、見れば16巻だもんなっていう感じもしますけど、読んでるときは、もうシルさんのこの話やっちゃうの?やるの?みたいな。でもまあ、ここをどうにかしないと、っていうか、私もう、早くリュウさんがファミリアに入ると思ったんですけど、なかなかそれ入らないんですね。なかなか先の話っぽいですね。いや、もうゲームではアストレア様も出たじゃんっていうね。あ、ゲームでね、リュウさんの前の、まあ、リュウさんまだ一応、アストレア様との契約は切ってなくて、で、まあ、オラリオ街にいるアストレア様は、中原舞さんですから。ゲームで出てきました。はい、まあね、いい、面白いお話でした。ベル君がね、ちょっといつものベル君じゃないぐらい、頑張ってる話でね、脳内で、私の中の脳内ではちゃんと松岡義嗣さんで再生、できてました。いやー、まあ、そうなったよねっていう感じで、次の17巻がとても楽しみな終わり方になってます。個人的にね、一番面白かったのは、これが一番面白いって言うと、ね、もしかしたら原作者の方は怒られるかもしれませんけど、後書きの後にエピローグがあるんですけどね、それがね、超面白かったです。はい、ぜひ、読んでみてください。16巻、まあでもね、もう、
16巻まで読んで。面白いから。1巻から、16巻までかな。特にね、個人的にはあのね、これの2つぐらい前のあの、一生懸命こう、リュウさんとね、あの、ダンジョンを行く話は結構好きでしたね。もう本当にこれはやばいなっていうのを、まあ、もちろんね、主人公だから死なねえだろうとは思いながらも、ここまでやったらリュウさん仲間しちゃうぐらいの話が好きでしたね。16巻はね、とりあえず17巻にどう繋がってどうベル君が対応していくのかを、楽しみに見たいと思います。はい。なのでね、多分この話はね、アニメになるにはね、次4期、5期ぐらいにならないといけないと思うので、ね、今のうちに読んどいた方がいいんじゃないでしょうか。はい。今回はですね、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、第16巻のね、感想でした。それじゃあ、バイバイ。